かこんにちは、はい、リーグ戦が再開して、はい、まあ、各チームいろいろね、あの上がってくる選手もいれば下がる選手もいるんですけれども、そんな中中日の中田選手が今度は腰痛ということで抹消されました、はい、結構ね、中田選手今シーズン出たり出なかったりっていうのがちょっと目立ってるなという。それもそうだけど状態がちょっと上がってこないな。そうなんです。現在の打率が50試合に出場して2割1分3、8厘でホームランは3本、打点が18と、打率を残すような、うん、そういうことはあんまり考えてないし、うん、まあ、打点だよね、はい、まあ、大事なところで、うん、っていうところでもあるしね、うん、だからまあ体の状態、うん、まあ、そういうのもあんまり良くないんだろうし、うん、期待されて打てないとやっぱがっかり感大きいよね。いや大きいです。中田選手が来てくれたら何か打線が活発になるんじゃないかって。そうだよ、100得点は増えるっていうふうに言われてて、うん、はい、まあ、そういう状況にはなってないんで。そうなんです、ね、それはやっぱりまあ本人が一番辛いだろうけども、はい、やっぱそれをどういうふうに扱っていくかっていうのもやっぱこう首脳陣は難しいよな。まあ、例えば、まあ、4番から外したりとか、はい、まあ、細川を4番にしたりだとか、うん、まあ、こういうことも英断だったと思うし、はい、まあ、その後5番に使ってた6番に落としたって、もうこれ以上落とせないぞみたいな、そうですよ、いうようなところで、まあ、2軍に落ちたというね。そうなんですよね、うん、怪我があったにしても、うん、ゲームには出れたわけだから、はい、それはまあベンチに置いといても、うん、中田がいるなっていうふうに思うと、うん、やっぱピッチャーの交代もなかなかね、うん、相手も考えるとは思うんだけど、はい、まあ、難しいな。やっぱ成績が上がってこないとさ。そうなんですよね。で2割1分8厘なぜなら他の選手たちが今中日で打率を上げてきてる選手たちがいるっていうのも、やっぱりじゃあ腰痛だったら一回抹消してきていいよっていうふうになった運びかもしれないんですけど、まあまあそうだな、まあ、そういう中では、はい、その福永頑張ってるしな。そうなんです。もうびっくりするぞ、お前バンテリンだ、お前反対方向のホームラン打つんだからまあそんなね、そんなにでかくないしな、うん、こんなに飛ばすパンチ力あったんだってびっくりさせられるぐらい、うん、飛んでったけどもさ。そうですよ、まあ、本当に3割打ってるしな、はい、頑張ってるなっていうような気はする。ですよね。昨シーズンはね内野手で頑張っていて、はい、今シーズンは外野も、ね、練習して守ったりとかっていうのもありましたけれども、うん、福永選手もサードも行けますし、もちろんファーストなんか、ね、まあ、ファーストそうです、ね、ファーストもできるから、はい、いろんなポジションを守りながらね、うん、コンディションを整えていくっていうのは非常に、まあ、経験が浅いだけに難しいけどもね、うん、出れるという、はい、まあ、モチベーションだけで、うん、まあ、今のところはやってるだろうけどね、うん、まあ、必死さが伝わるよね。そうなんです、まあ、例えば板山にしたってさ。そうです、強烈なしっぺ返しやな、阪神がそうでしたね。でもあのヒーローインタビュー、うん、阪神ファンに対して、うん、やっぱ敵として聞いた時に、うん、阪神ファンの圧力っていうのはすごく感じたと、うん、はい、やっぱああいう風に自分もね声援されてたんだなと思うとっていう風な、うんうん、まあ、素晴らしいコメントしてたね。そうですよね、頼りになるよな。勝負強いしね。はい、でみんなびっくりしてて失礼ですけれども、加藤選手、ああ失礼だね、失礼ですね、すいません、俺は代打の一番手って言え代打の一番手っていうぐらい、まあ、加藤がベンチにいる時はいいなと思ってた人生で一番触れてるって今ねまあでもあの形を見るとあんま使う気にはならないなフォームフォーム、はい、はい、でも割としぶとく、そうなんですよ、打ってくれてるよね。なんか得点圏でもいいような感じもしますね。そうそうそう、もうね、これ6月の月間なんですけれども、あと宇佐美選手、はい、まあ、宇佐美はもともとな、はい、あのバットコントロールもいいし、うん、まあ、打てる野手っていうか捕手だよね。そうですよね、あ、まあ、期待はするけども、うん、キャッチャーとしてどうなのかっていうことだよね。ですよね。あと、まあ、涌井投手の時は絶対宇佐美選手がセットでっていうのもありますけれども、でもね月間で3割打ってくれればいいですし、村松選手が怪我、ちょっとねいつまた戻ってこれるかもわからないという中で、ファームで頑張ってたリューク選手が、よく良くなったね、バッティング。バッティングも変わったんですか、何か。変わった変わった。あ、やっぱりそうなんですね。落ちるよ。あ、落ちるよ。落ちるよ。落ちたらダメなんだよ。いや、中日の教えは。でもあえて落としてる。そこはね。多分。多分。でも良くなったな。バッティングが良くなった。力強くなった。ですよね。いや、だからこそなんですけど、上がってきてすぐショートだったんですけど、翌日も変わってたので。まあ、右左でね。変えちゃった。ちょっと変えちゃったんだと思うけども。もったいない。いや、もったいないけども。うん、
まあでも佐伯の時に先発して、はい、佐伯に一番合ってたのが、うん、リュークかなって。まあヒットにはなりはしなかったけども、はい、まあリューク2番手に板山ぐらいだったと思うんだよ、はい、あ、そっかそっか。リュークは非常に力強くなってるし、うん、捉え方も良くなってるですよね。だからこそやっぱ X って、まあ、もちろん左右っていう相手の先発ピッチャーのこともあるんでしょうけど、せっかく上げてきたんだったらその1回しか使わないで。いやいや、まあまあ焦んなって。大丈夫ですか、ね、使うから落ちても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 。いや本当に。あと上林だよ。上林選手、はい、2軍でサイクルヒット、はい、ね、上がってきてもいいんじゃないですか。上がってもいいと思うよ。上がってもいいけど誰を落とすかだよな、まあ、そうか。中田選手が落ちた代わりに上がってきたのが石川貴也選手だったのでって考えると、誰かがもちろん落ちない限りは。まあでも状態のいいのは上げた方がいいよ。ですよね。ああ今もうちょっと打ったら勝てるぞ、うん、本当に中日は。ですよね。チャンスだよ。そうですよね。ああ選手が落ちるでしょ、上がってるし、もう一回いけるっていう、うんうん、もうそういうことは多分片岡ヘッドが多分言ってると思うし。そうですよね、うん、俺は春先の状態に戻れると思ってるから、うん、あの首位立ったわけですよね。ああそう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 。あと後藤俊太選手も下でいいと。この選手は使えるって、うん、バッティング、はい、あのね代打でも使えるし。あ、じゃあ上げてほしい。そうだよ。そうかそうか、うん、ちなみにあのプチ情報だと今日片岡さん誕生日ということでに撮影をしてるってことですね。そうそうそういうことなんですけど、ね、まあ、まあそうだな、うん、いくつになったんだろうね。俺より11個下だから。そんな下なんですね。下下。じゃあ50代前半。55だろ。55ですか。おー年食ったなまあね、あ長年ねいますからね、プロ野球の。食った。だって大学の時から知ってるからね。あ、そうなの。高校の時はなんか人を早めるみたいな顔して打席に立ってたからね。高校の時は、あまあ PL ですよね。そうで、大学が同志社の時に、はい、俺ら遠征先に野村のところに来て、はい、ああ、片岡ですって、うん、もうお前か、お前あんなすごい顔して打席に立ってたのは、みたいな、うん、彼がだから20歳ぐらいの時やんな。多分35年ぐらい知ってるってことですもんね。そうよ。今ヘッドコーチされてますもん。いや、苦労してると思うけどな。苦労してるな。でもいいよな。そうですよ、ね、まだ戦ってるっていうのはね。ですよね、うん、あとまだまだファンにいい選手がいて、樋口選手、日本ハムの中島拓也選手のようなタイプの選手で、はいはい、ダイソーとかそういった場面でも一軍でいけるんじゃないかと。今小田っていう選手を盛んにその、うん、ダイソーで使ってるけども、はい、もう少しこう走者として学ぶことってたくさんあるな。そう思います。言えば樋口と変えても、うんうんうん、まあ、樋口がどれだけ その、ね、能力持ってるのかわからないけども、はい、走者としてどちらが優秀だって言って、うん、樋口が優秀だって言うんだったら、うん、まあ、樋口と変えてもいいかなっていうような感じがするよね。そうです。ここの一発走るとか、うん、まあ、そういうことも考えたら、はい、まあ、少しこう考えてもいいかなっていう、そういうメンバーチェンジをね。そうですよね、うん、あとあの、ね、さっきリューク選手のところで言い忘れたんですけど、リューク選手昨シーズンまでショートだったんですけども、今シーズンファームでずっとサードやっていて、上がってきてすぐにショートだったんです。これはあの知らねえよこれ村松が良かったりだとか、うん、山本がショートいて、うんうんうん、ワンチャン上がっても、うん、セカンドは田中がいる、はい、まあ、そうなるとなかなかそこでの出番がない、うん、で三塁手が怪我がちでどうのこうのってなると、はい、まあ、バッティングはあんまり考えないといえば、うん、いや、リュークっていうのは守備だから、守備の人だから、うん、言えばね、うん、そしたらサードの守備がいるんじゃないかと思ってサードで多く使われてたっていうのは考えられるよね。まさかショートが村松がいなくなる、ちょっと補強とすれば、強化するとすればリュークだなという、うん、いうようなことで上ではショートで使ってるということだろう。ああ、そういうことですね。だからあんまり勘ぐらない方がいいよ。そうですね。まあ別に勘ぐってはないと思うけど俺は余計なこと言わなくてもいいよ。そうですよね、はい、というわけで豊さん、はい、豊さんがじゃあ考える中日がまたあの時春先のような勢いを持っていける現時点でのオーダー、1番から8番までちょっと作っていただきたいなと。ああ1番借りして、ま、もう今ハマってますからね。そこいやハマってるっていうか、うん、ハマるも何も俺は最初から借りしてだっつってんのよ今ようやくそうなってきましたね。そうそうそう、はい、で2番が田中だよ。あ、田中美希、はい、ああ、まあ田中、俺は福永でもいいと思ってたよ。あ、2番にですか、3番とかではなくて。3番とかじゃなくて、
どっちで行きます、吉永さん。いや、福永でいい。あ、分かりました。じゃあ福永選手。なぜかというと、田中美希也がやっぱ体力的にこれからちょっと休ませなきゃいけないとか、いろいろあると思うんだよね、はい、夏場に向けて、そうなって2番が出たり入ったりするよりは、福永入れといた方がいいかなっていう。まあ、福永選手だったらあのそのままシーズンやってくれるだろうと。そうそうそう、はい、で3番が周平か、石川昂弥。そうそうそう、どっちか。現時点では高橋周平選手、なんか帰ってきてからエラーが、まあ、多いよな。多いんですよね、だからまあ高橋周平をファーストにしちゃうか、いやまあそれもありだと思うんだよ。そうですね、あの石川昂弥をサードにして、ああもちろん、まあ4番は細川、もうここは変わらないですよね、はい。で5番、まあ、もともと中田選手が入ってたところなんですが、あ2番大島だな。伊藤さんスタメンに入れてくれるんですね、大島選手。大島入れる、やった、まあ、細川、で5番に福永、あ5番に福永選手、ここ板山選手は5番にはしない、いないしない、しない。6番に板山、これ6番板山選手、5番が福永選手っていうのはやっぱね溜まってくるんだよ、そこら辺に、で7番に石川で、キャッチャーに清水、ちょっと待ってください、まだトレードしてない、まだしてない、日本ハム、ああ日本ハムか違うかまだ来てないです。じゃあ加藤だな。あ加藤選手ね、まあ宇佐美も入れてもいいよね。宇佐美はファースト使ってもいいと思うんだよ。ああまあそうか、それもできますもんね。いや本当に。ちょっと待って、ショートは？え？ショート福永選手にするんです、します？ショート福永できないか。いやいいじゃん、打つのを優先する。ちょっと待って。ダメ。ちょっと待って。リューク選手か、まあ、今だと山本選手。カリステムショートもともといけますからね。カリステショートでいいよ。カリステショートにしますか。カリステショートでいい。SS。で、大島選手レフトですよね。ですよね。周平がファーストで、ファーストだな、はい。で、細川選手が右ですよね。あれ、田中はいないじゃん。ミキないですよ、こんだけメンバー。難しいな。いや、結構いい選手が出てきたじゃん、こうやって並べていったら。そうなんですよ。じゃあ戦えるじゃん。そうなんです、本当は。じゃあカリステセンターだな、ね、レフト大島、細川ライトでしょ、はい、これで外野手が決まり、はい、サードに福永を持っていくわ。え、周辺は外す。外す、あ、すごいな。で、板山持っていく、3番。3番に、ファースト、セカンドに7番で田中。ということは板山選手が3番になってファーストってこと。ちょっと待って、石川を3番に上げよう。ショートがいない。そうなんです。ショート板山いないの。できない。無理無理無理。なんだよ。ショートはもう山本選手かリューク選手。あ、ショートはじゃあカリステでいいよ。でもそうするとじゃあ外野手どうします？板山できる。大島センターだな、そうなると。ああ。投げれなくていいから。取るだけ。そうか、で板山選手をレフトに持ってくるってことですか。で8番にキャッチャー。キャッチャー清水。清水でいない、宇佐美選手か加藤選手、どっち、ね、宇佐美選手と加藤選手ってどっちですか。え、まあ、ピッチャーにはよるけどな、でも接戦が多いでしょ、はい、接戦が多いと相手がやっぱ足使ってくるんだよ、そうなってくると止めなきゃいけないからさ、どうしても加藤になるんだよ。なりますよね。宇佐美だとやっぱ盗塁阻止率が悪すぎるから、やっぱ加藤かなっていう、そうですね、いい選手がたくさん出てきました、迷うな。はい、ここに岡林選手は入っていないし、そうだ、ビシエド選手もいないし、上林選手、後藤俊太選手、もちろん中田選手もいないし、まあ例えば今いない上林と後藤をベンチに置いとけば相当嫌だと思う。厚み出ますね。これ中島選手が今ベンチで代打っていうことになってますけれども、その上林選手とか後藤選手と変えたりっていう可能性もあるんですか。まあそれはあるよな。ある、そうか。あとディカーソンも、母さんもなんかちょっとどっちなんだろうって分かんなくなってきてるな。それだったら確実性のある、例えば上林選手、後藤選手をベンチに入れてた方が、まあやっぱ難しいな、こう考えるとな。そうです、そうです。あとは本当に日によってね、全部打順とかオーダー違ってきちゃうので、これで固定できればなおいいですよね。だから田中美希也はお前ショートできんか。もうセカンドのイメージしかないので。いや、イメージだろ。はい、ちょっと待って、大学時代ショートやってたからさ。
いけるのかな。これじゃあ田中選手がショートいけるんだったら、板山のセカンドに、あそういう風にして、ガリサセンターにして、はい、大島レフト、うん、で右細川選手にしたいと、そうそうそう、守備のこと考えるとか、はい、だからまあ周辺は、まあ、石川との併用で、うん、いい方を使っていくとか、はい、右左で使っていくとか、うん、まあそれでもいいよね、そこの3番というポジションで。そうですね。それか、まあ、石川、高橋周平、福永で3人をうまく回していくか、うん、その3番、5番で、はい、まあ、ポジション的には福永もファーストできるし、はい、まあ、みんなサードとファーストができると思うから、はい、だからそこら辺をうまく回していくとか。そうですね、うん、ただこれあの中田選手もいつかはね帰ってくるわけで、そうなってくると誰かがまた弾かれる。いやちょっと待ってくれ、うん、だから中田のレギュラーの保証はもうないよ。ないですか。いやそう考えるべきだと思う。そっかそっか。率的にも見てもさ、はい、使いたくなる選手だけど、うん、どういう状態で戻るかどうか、はい、まあ、それによっては、うん、やっぱ代打になってくる可能性もあるし、使われたり使われなかったりする可能性だってあるし、はい、だからそれは分からない。そうですよね、うん、でもしね豊さんがあのトレ、ね、なんか言っていたトレードでも言ってたあの今川選手と清水選手を取ってきたら、もしいやそしたらお前、うん、レフト今川になるかそうですよね。そうキャッチャー清水ってあの生え抜きが何生え抜きがどう思いなくなる。マカリステ外国人でしょ。そうです。おー、まあ、細川がいやいいや、ね、板山、板山阪神、いやおるよ、おるおる、いますか、いますか、大丈夫ですか。おるおる、大島おるし、石川おるし、まあそうっちゃそうですけど、福永、うん、田中、加藤もそうだからね、まあ、出戻りだけど、まあ、出戻そうですね。そうそう、でも宇佐美選手は違うし、そうそうそう、まあでもね、十分に戦えますし、いや戦える戦える、首位にねまた行けるね、オーダーですよね。これだけいい選手がいるとある程度固定でいいよね。もう絶対そうだと思います。そうそうそう、うん、もうあれこれかあれこれ考えない方がいいと思う、うん、これで戦うってこれで心中するぐらいの気持ち、うん、お前たちかけたいって、はい、と大丈夫だと思う。そう、一度でいいからちょっとこのメンバーで3連戦豊さんのメンバーで戦ってほしいですね。立浪監督見ていたら、もし YouTube、 そうだな、電話つないで、うん、いやここでエンドランしてくれみたいな全部豊さんが指示する遠隔でそんな失礼なことしないけどさまあね、まあそうですけど夢のある、うん、チームだな。そうです、夢があるというか現実味のある。だから本当十分戦えるし、はい、十分 A クラスも狙っていけるし、うん、場合によってはやっぱり優勝まであるよね。もちろんあります。このやっぱもう強みは投手陣とマルティネスだから、はい、そうですね、後ろのライバルなので。そうそうそう、あとはね皆さん中日ファンの方でもいいですし、はい、あと中日ファン以外の方で、はい、例えば中日にこのオーダーされたら嫌、はい、だなっていう打順ですとか、中日ファンの方、私はこれが今ベストだと思いますっていう、ぜひオーダー書いていただけると嬉しいですね、コメント欄に。はい、はい、お願いします。